日本の音楽シーンに革命をもたらすナンバーアンダーラインアイが驚くべき一歩を踏み出しました。コーチャラへの出演は決して容易なものではありません。こんにちは。素晴らしいニュースがあります。2024年1月1日にデビューし大成功を収めた平野章、神宮寺雄太、岸優太からなるグループナンバーアンダーラインアイが アメリカカリフォルニアで開催される世界最大級のイベントに参戦する。が音楽フェスティバル2024コーチャーラバレーミュージックアーツフェスティバルに出演することが決定した。彼らのコメント、ファンの反応、そして世界最大の音楽フェスティバルであるコーチェラについて話しましょう。ナンバーアンダーラインアイファンは間違いなく興奮するでしょう。 アメリカカリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェスティバル2024年コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバルにナンバーアンダーラインアイが出演することが決定したナンバーアンダーラインアイの出演はアジアの優れた才能を世界に紹介する音楽レーベル兼メディアプラットフォームである808ライジングが主催するスペシャルステージ8 8ライジングフューチャーアースで行われる このステージには新進気鋭のアーティストが集結し、ジャンルを超えたパフォーマンスで魅了します。その中で、日本の新しい学校のリーダーに選ばれたのがナンバーアンダーラインアイだった。沖縄出身のヒップホップクイーン・アウィッチと共に世界中のファンを魅了した。ナンバーアンダーラインアイは、発売からわずか4ヶ月で複数のチャートで1位を獲得するという素晴らしいスタート。 切りました。従来のアイドルグループとは一線を画す本格的なラップと振り付けを中心とした楽曲で、その魅力は世界中に広がっている。2024年のコーチェラバレエミュージックアートフェスティバルはエバーポロクラブで開催され、2つの週末に同じラインナップが登場します。このフェスティバルも第1弾と第2弾で同じアーティストが出演するのですが、 いかに差別化を図るかが重要です。今年のフェスティバルでは YouTube のマルチビュー機能が提供され、最大4つのパフォーマンスを視聴できます。コーチェラは音楽だけでなく、ファッションやアートのトレンドを生み出すことでも知られています。過去には、ビヨンセやリリー・アイリッシュのようなアーティストが素晴らしいパフォーマンスを披露し、歴史的瞬間を生み出してきました。そして今年、 ナンバーアンダーラインアイがステージに立つと、彼らはヘッドライナーを務める初のアジアのグループとなり、歴史的な瞬間を迎えるかもしれない。ナンバーアンダーラインアイのメンバーもキングプリンスの元メンバーであり、活動を通じて世界に向けて新たな挑戦を続けている。彼らの成功はファンのサポートと SNS での活動によるところが大きい。海外での活動を通じて、 それぞれの目標に向かって進んでいます。最終的には、今回のコーチェラ出演がナンバーアンダーラインアイにどんな新たな可能性をもたらし、彼らが世界に発信するメッセージになるのか楽しみです。彼らのパフォーマンスは、きっと世界中のファンを感動させるでしょう。ナンバーアンダーラインアイが米国最大級の音楽フェスティバルであるコーチェラに、出演するというニュースが飛び込んできた時、 私は驚きと興奮で胸がいっぱいになりました。これは驚くべき成就であり、彼らの才能と努力が世界に認められた証でもあります。彼らの出演は短いデビュー期間の中でも、その人気と影響力が着実に成長していることを示しています。インスタグラムや SNS での投稿からも、彼らの喜びと興奮が伝わってきます。 それほどのハイスピードでの活躍に、ファンとしても驚きと興奮が先行しました。コーチャーラというフェスティバルは、音楽界の巨大な舞台であり、世界中のアーティストたちが一堂に会する場です。そこでナンバーアンダーライン愛が出演するというのは、彼らの目標であった世界進出への大きな一歩と言えるでしょう。彼らの活躍が日本国内だけでなく、 世界中の音楽ファンにも認識されることで、彼らの音楽の可能性がさらに広がることでしょう。ただ、これは成功だけが待っているわけではありません。世界の舞台での活動は、新たな挑戦や困難も同時に伴います。しかし、ナンバーアンダーライン i はこれまでの経歴からも見て取れるように、挑戦を恐れず、逆境に立ち向かう強い意志を持っています。 彼らの成功は単なる偶然や幸運ではなく、厳しい努力や準備の積み重ねによって成し遂げられたものです。それは彼らの挑戦心や、夢に向かって努力し続ける姿勢に裏付けられています。紅茶チラでのパフォーマンスは、彼らの音楽だけでなく、日本の音楽シーン全体にとっても意義深いものとなるでしょう。日本からの出演者としての彼らの存在は、 日本の音楽の多様性や魅力を世界に示す重要な機会となります。彼らの成功は単なる一つの目標の達成に過ぎません。これは彼らの未来に向けたさらなる成長や挑戦の始まりであり、その道のりはきっと険しいものでしょう。しかし、彼らの信念と才能、そしてファンのサポートがあれば、彼らはどんな困難も乗り越え、 さらなる高みを目指し続けることができるでしょう。コーチャーラへの出演を祝福し、彼らの未来の活躍を心から応援しています。彼らの音楽が世界中の多くの人々に届き、新たな可能性を広げることを願っています。これからの彼らの挑戦と成長に期待し、彼らの活躍を心から楽しみにしています。コーチャーラでのパフォーマンスが彼らにとって、 新たな一歩となることを願っています。日本の音楽シーンに革命をもたらすナンバーアンダーライン愛が驚くべき一歩を踏み出しました。そう、米国最大級の音楽フェスティバル、コーチャーラに出演することが決まったのです。デビューしてわずかみこぜ足らずで、この偉業を成し遂げた彼らの勇気と情熱には、ただただ共嘆するばかりです。 私たちは平野くんや神宮寺くんのインスタグラムストーリーを通じて、その喜びと興奮を感じ取りました。彼らがこの挑戦に臨む姿勢と決意は、まさにファンとして誇りに思えるものでした。この舞台は、彼らの音楽活動の新たな章を刻むものになるでしょう。しかし、コーチャーラへの出演は決して容易なものではありません。 他の日本からの出演者がビッグネームであり、彼らのファンが駆けつけることが難しい状況の中、果たして彼らはどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうかその期待と緊張がファンとして心を躍らせます。彼らの成功は決して偶然ではありません。彼らは腐らず、投げ出さず、前向きに努力を重ねてきました。その姿勢は、 多くの人々に勇気と希望を与えるものです。世界の壁が厚く感じられる時代に彼らの挑戦と成長は私たちに希望を与えてくれます。コーチャーラへの出演は彼らの夢に向かう一歩に過ぎません。これからも彼らが世界に挑戦し新たな可能性を切り開いていく姿を心から応援しています。最後に 紅茶チラでのパフォーマンスが成功理に終わった後、彼らのさらなる活躍に期待が高まります。彼らの音楽が世界中の人々の心に響き渡ることを願っています。あなたは彼らの音楽が世界を変える可能性を信じますかそして、あなたが彼らのパフォーマンスで一番楽しみにしていることは何ですか